そろそろ次のレベルにしないと、きつくなってくるかな。稼ぎポイントあるといいんだけどね、このお店の近くに。高い。稼ぎポイントというか金庫なら見つけた。いくら入ってるかな。おお、いいお金。これは破壊してもあまり意味ないかな。むしろなんか足場にするとかそういう感じになってくるかな。まあ現在ここはこの足場を乗るために作ったけど、壊したけど、こいつも10コインは出してくれるのか。ここは壊した方がいいな。あれ？あ、出た出た。で、これで乗る。バブルでいける？バブルはいけない。一気にやるぜ。子供を産んだ。えい。お、起動した、こいつが。危ないな。綺麗に最大ジャンプじゃないと乗れないし、ここは。どんな感じで進もう。こうだな。ここだったら爆風も当たらない。よし、乗れた。燃えてる燃えてる。よし、一体ずつ撃破。そしてお金を稼ぐ。あ、もったいなかった。なんだ、金庫みたいなのあるけど。あー、偽金庫。こいつはミミックだった。お、やった、50袋が2つ。やったね。先へ進むにつれて手に入るお金も増えてきたね。ここはバブルだね。どこを狙っているんだい、レーザーよ。ワンアップ、やったね。おっとっとっとせき止めている俺の体で解放。うまく当たらないぞ。ワイドだったらちょっと位置が悪かったか。よいしょと。おっと、危ない。これで左のはまずやっつけて、上のも直接やっつける。なんだね、ここまた雰囲気が変わってきた。おっと、またあれか。またフロント、お金をくれるフロント。お金の次は本を投げつけてくるフロント。まずいぞ、ここのホテルだいぶ。おお、これはポチッと押すと、先にまたあのね、タイヤが来るだろうから、先に障害を排除してからその後に進む方が吉かな。おっと、見えてなかった。まずいぞ。おっと、これは怖い怖い。ちょ待て待て待て、まずいぞ。おいおい、これ多すぎでしょ。ちょっとな、何事ですか。これちょっと出しちゃう。こうやってこいつにやっつけさせる方が良かったかな。そうだね、無駄なことをしてしまった。ゴリ押すのは、力技で行くのはちょっと困難な道だったね。ここ別にもうやっつける必要もないな。先へ進もうか。チェックポイントだったら、よし。ここボスかな、違うな。おっと、危ない。あれを壊したらハート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 、やったね。思いは通じる。登れない。音楽が止まった。
ボスじゃないか？なんだね、なんだね。おーっと、なになにこれ。避けながら、こうやってバック走で打ちながら、あー危ない、自分から当たりに行ってしまった。で、端っこまで行ったら、さっきの高台みたいなところに乗ってジャンプしてやり過ごすと。お、しまった、自分から当たりに行ってしまった。ミサイルを避け、おっと、追尾してきた。うーん、危ない、あとは、おっと、どんな展開が待っている。うーん、結構当たってしまうな。ちゃんとしっかりと避けないと。ん？なんだ今度は。着弾地点、おっと、危ねえ。なんだなんだなんだ、どうしたらいい、どうしたらいい。着弾地点、ここ着弾、今、危ない、引かれる。おお、耐えた、耐えてはいないけど、ちょっと無理。ミサイルをとりあえず、あ、まずい。お、ここだったら、いけー、なんとか、先に倒せ。よーし、ギリギリ勝利、ご利用した。そしてなんだ、火炎放射器みたいの手に入ったぞ。ファイヤー、ヒャッハー、オブツーは消毒だ。冷たい敵に強く、つまりあれか、なんか、そういう人人じゃない、冷たいの意味が違ってくるね。敵の攻撃をかき消す、開いた。おお、まさしく汚物は消毒だーができる。いなくなったね。じゃあこいつを燃やして会社に戻ります。あれ、戻れない。うお、いないと思ったらこんなにいっぱいいた。ホラーじゃないですか。おーっと、戻ってきた。利根川病院。おお、ゲームオーバーになったとこに、後に来るところ。ふう、よかった、気がついた。大丈夫そうだね。どうやら黒い奴らが原因で転送装置が暴走していたみたいだ。黒い奴ら？ああ。たまにあちこちで見かけるんだけど、真っ黒クロスケか。いわば、負の遺産だよ。ほう。負の遺産って何？国債とかか。いらなくなった過去のもの。かな。やっぱり、奴らは何とかしなきゃいけないね。調べてみたんだけど、奴らは、僻地高原にある、壊れたサーバーから流れてきてる。そのサーバーを何とかすれば、奴らを根絶やしにできるんじゃないかな。でも、転送装置壊れちゃったんじゃないの？麓までなら手動でつなげるよ。これ着ていくといい。おう、ジャケット。おお。ダメージを1回だけ防ぐ。しかも、暖かい。そこ重要だね。つまり、ライフが6個分ってことか。無理しないようにね、あざす。行ってきます。サーバーが正常になったら、こっちから電話するよ。電話はあったよな。え？こいつ何でも多分で済まそうとしようとしてるぞ。ねえ、黒い奴らって、社長が大事にしているあれも？ああ、黒いあいつを飼っていてしまって、逆に、なんか規制されてしまったのか。うん、その通り。どうするの？あれは僕たちで何とかしよう。バールのようなものとかで。
私もやるの？ピンクさん、あなたは結構強いじゃないですか。知ってますよ、ピンクアワーってゲームで結構活躍してたじゃないですか。あれが始末できたらトラブルが減って残業なくなっちゃうかも。やりましょう。きっとサビ残なんだろうな、この企業は。ステージ5、壁地公園。埋まった。おお。溶かす？溶かせる？お、雪玉。おお、いきなり脱げてしまった。なんてこった。トゲは、トゲみたいな。この植物はやることができなかった。おお、大雪。399。500ぐらいは貯めたいな。あ、さようなら。500ぐらいは貯めたいね。よいしょー。おっと、なんだこの冷蔵庫。一瞬どこでもドアに見えちゃったけど。つらら、これは落ちてくんだろ。ここに埋まってるやつらが、黒いやつら。おっと、しまった。気をつけていたのにやられてしまった。危ない。落ちてしまうと一撃死。あんご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 ん。あ、あ、微妙に感性があって。お、ちゃんとコートがかけてある。まだやるの？さあ、こっからだ。あいつはまず先にやっつけ。おっと、危ない。何で進むのがいいかな。遠くに敵がいるかもしれんので、これで様子を見つつ。来ないか敵。そして宝箱、気になる。こいつらは、まあいい、ほっとこう。先に何が出てくる。やったね、お金。つい、こう、退避して開くのを待ってしまうよ。でも世の中にはそういう RPG もあるからな。開けるとないことが起きる RPG も。よいしょ。この雪玉のやつ。そしてね、下の床が滑るんですよ、今。すっごい滑るよ。で、気をつけて。これは破壊できなあ、破壊できる。ファイヤーだと破壊できるね。そして、おっと、こっちがいいな。500溜まったから次の武器にできるけど、どっちを上げようかな。普通のこのブラスターのやつか、それともこのワイドを3ウェイのやつにするか。お、なんかかわいい。お、危ない。これはファイヤーを使って敵の攻撃をかき消す。いいね。それぞれの武器にいい感じの特性がそれぞれあっていいね。お、ここどう進むんだ。炎でこれ、お、破壊できるのか。ただ私の盾となる壁としても使えたけども、それを破壊して先へ進む。かわいいな、この子。よいしょ。死に際の顔がかわいい。そしてそこにいるな、貴様、見ているな。これは無視して済んじゃおうか。危ない。おーっと、なんだなんだ、何このサザエさんのオープニングの最後。クマのところから、あー、クマの顎だけが残った。お、広い空間。これボスじゃないのか。全然違いました。おお、吹いている、吹いている。風に押し戻されているが、負けない。お、やった、50。やったね。またか。次はピョピョピョとブロックを吹いてくる。そしてやっつける。よし、いい感じ。ライフもジャケットも温存できてる。こいつか。えい、えい。一応破壊して、おお、あの黒いやつが無限につららを生成している。
急いで進まなくては。お、ここにもか。ほら、降ってくる。悪い子がそこにいるぞ。しかし倒せないね。で、俺はイチャップを取りたい。うにゅー、くそー、取りたいぞ。イチャップを取ろうとしてなんかダメージを食らってまたやられそうな気もするけども、ここは取っておくべきか否か。いい、取らない。若干めんどくさくなった。これはバブルで壊せるかな。あ、壊せない。ジェットパックでうまく進まないとな。うん、こうやって落下、そしてブースターでグイッと動きを変えるプレイを身につけろってことだね。ここもか、なんか上になんかあるね。右の方から回り込んで進めるのかな。よーし。おー、いや、ここは炎を吐いてかき消すプレイをしないと。おっと、これはミスった、ミスった。位置取りをミスってしまった。いかんな、ライフが残り少ない。あの金庫も信用ならん、鼻持ちならんやつだからな。なんか出して、お金かな。今はライフが欲しいな。あそこのやつはなんか出してくる。近くに寄ったらなんか来ないか。おっと、何これ、音楽止まったよ。ボスじゃないのか。ちょっとライフが少ない時にそういうのはやめておくれよ。パス。お、降雪に気をつけて。これさ、全部溶かしたらどうせボスでしょ。溶けたと思って一安心かと思いきや、まだ先がある。そんな感じでしょ。閉じ込められたもん。で、おー、なんか黒いのがうごめいている。このモグラ叩きの要領か。おっと、ちっちゃいやつをかき消しつつ、親玉も、あー、これは放置すると大変だ。よし、いい感じ、いい感じ、いい感じに減らしてる。そしてワイドで出頭を叩く。拡散されてしまった。おっと、まずい、次は赤いの来るな。一旦距離を取り、増えてしまった、おたまじゃくしが。やめてくれ、そんなに子供を増やさないでくれ。ここ、ここじゃ、どこじゃ、そこか、そこが、ええー、のんか。よし、これだったらさすがに倒せるだろう。危ない。ふう。何もくれないのか。ボスってのは倒したら何かをくれるってのが、まあ道は開いてくれたけど、つららが気になってしまう。お、お店だ、お店。何買おうかな。そしてここでジャケットがいつでも補充できると。やったね。どの武器見ましょうか。ファイヤーは333バーナーになる。まあ今後のことを考えて多分どれも駆使して進んだ方がいいだろうから、まずバーナーにパワーアップした。オッケー。他は？バーナーは？メルター。おー、ん？なんて書いてあった？くるくる回る炎のバリアがブラスターを止めると前に飛んでいきます。あー、なるほど。体の周りをリーフシールドみたいな感じでぐるんぐるんって回る感じか。で、放つっていうことができるのかな。クアドラ。そしてもう買えないけど。足りません。試しにこれで行ってみよう。お金というか、あ、そうだ、ライフを買っておいて回復。こういう感じね。範囲攻撃。しかしここはバーナーが良さそうだね。おー、射程が伸びた。メルターにしても良かったかもしれないけど、まあ、とりあえずこれの楽しんでいこう。おっと、バーナー楽しい。ますます
動物は消毒。おお、なんか音楽が変わって、おお、おっとおっとっとっと、ジャンプすると吹き飛ばされる。放っておくとちょっと動くし、うん、どうしたらいい。おっと、ゴリ押すのか。いいね、血を這うバナー。下手にジャンプすると、おっと、あ、下手にジャンプするとこうなります。ジャケットがなくなって寒くなってしまった。チェックポイントついた。おお、なんか落ちてきた、なんか落ちてきた、なんか落ちてきた、何か落ちてきた、お金落ちてきた。やったね、ライフもついでに。あ、ライフはない、大丈夫か。またお店でジャケットを補充したいけども、戻れば補充できるのかもしれないけども、とりあえず寒いので中に入る。だいぶ長いねこのステージ。こっち入って大丈夫か。お、バーナーは水の中だと全然使えないね。泳いでいっちゃう。でも下に針があるから、おっと、うまく進めない。射程も結構あるね。ひょっひょっ、うまく当てたいけど当たらない。よいしょ、ここは進んじゃう。たとえお金やライフが出ても、ゴゴゴゴゴーと。バーナーいいな。しかしこのいいね、これこのスリーウェイ4か。あ、1段目のジャンプがきっちりいけなかった。よいしょ、ほ、どっかに隠し部屋があるかもしれないけども、とりあえず先へ進む。ないかな、ないかな。よいしょ、ないかな。お、木が見えた。月は出ているか。これ登れるのかな。登れないな。じゃあ向こうにジャンプして進む。お、ここはバーナーの出番だね。おっかねー、やったね。よいしょ、登って登って登って、左側なんかありそうだけども、とりあえず先へ進んじゃおうかなと言いつつ見る。いい景色になってきた。うわー、なんかありそうだね。えい、届かない。ん、やっつけちゃったけど。スーパーサーバー511。壊す。ん、お、なんだ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 、上に乗っちゃったよ。おお、まずは外壁のようなものから破壊していく。おっと、この上に乗れるってことか。しかし上に乗っていると、あー、潰される。とりあえずは第一段階は終わった。次は何、何やこれ、なんだこれ。おっと、こいつ倒したらライフ出ないか、出ないか。お、ゴロゴロゴローと。まずいな、今回はまあいい、様子見として普通に戦おう。ほっ、直接刺されてしまった。ご視聴ありがとうございました。この動画を気に入ってくれた方、この動画の続きが気になる方、動画の更新情報など最新情報をチェックしたい方は、こちらの吹き出しをクリックしてチャンネル登録をよろしくお願いします。携帯スマートフォンの方は動画の説明文の一番上にある URL をクリックしてください。みーのチャンネルを登録してくれたにゃー。